くん、昨日のドラえもん見た？あれすごくない？でも僕さ、タケコプターね、パパにね、買ってもらうって約束したんだ。え？もうタケコプター持ってるの？いいなぁ。俺ね、あとアンキパンが好き。 おはようみんな、おはよう。先生来た。よいしょ。おはようございます。おはようございます。いや、いいね、元気な挨拶ありがとうね。で、皆さん入学おめでとうございます。じゃあね、まずは自己紹介を早速してもらおうかな。じゃあそこの君、いいかな。はい。先生、ここにしますか、それとも、うん、こっち行きますか。あ、じゃあ前に来てもらおうかな。はい。じゃあみんな聞いてね。僕の名前はウンパルンパって言います。皆さんよろしくお願いします。僕の得意の教科は算数です。算数得意なんだ。うん、すごいね。算数めっちゃ好き。まだ勉強もしてないのに授業始まってないのにすごいね。ありがとうございます。じゃあちょっと問題出しちゃおうかな。問題ですか、はい、解きたい。よし、じゃあ777×777は777×777。はい。そう、できる？ 777×777、 いや、できないでしょうね。だってね、筆算とかさ、なんかそう、3桁だもんね。バカでみんな3桁って無理だよね。1600年に関ヶ原の戦い。すごい合ってますね。じゃあ次は、1192年に鎌倉幕府。701年に大宝律令。604年に17条の憲法。1467年応仁の乱。
ごい全問正解だ。タレがあってた、あった先生、以上でいいですか。自己紹介はこれで終わります。気をつけ、ありがとうございました。これからもたくさん遊んでください。社会、社会で成功した、合ってたって。次誰ですか、田辺くん。じゃあ田辺くんお願いね。田辺くんだって自己紹介聞こう。